ラグビーユニオン、または単にラグビーは19世紀初頭発祥のフルコンタクトチームスポーツである。二つに分化したラグビーフットボールの一つであり、ボールを手で持って走ることが許されている。楕円形のボールを使い、長さ100メートル、幅70メートル、それぞれのゴールラインに H 型のゴールポストを持つ競技場でプレイされる。単にラグビーといった場合は、 このラグビーユニオンを指す場合が多い。ラグビーフットボールの起源はしばしば、1823年にラグビー校でのフットボールの試合中に、ウィリアム・ウェップ・ウェリスがボールを手でつかみ相手ゴールに向かって走り出したこととされる。しかしながら、この逸話に関する証拠は、不十分である。1845年、初のフットボール規則が、ラグビー校の生徒によって方展化された。 その他のラグビーの初期の発展における重要な出来事は、1863年のブラックヒースクラブのザ・フットボール・アソシエーションからの脱退、1895年のラグビーユニオンとラグビーリーグの分裂などである。ワールドラグビーは1886年に設立されたラグビーユニオンの国際統括団体である。ラグビーユニオンはイングランド、スコットランド、ウェールズ及び アイルランドのホームネーションズから普及し、イギリス帝国に属する国々の多くに広まっていた。初期に普及したのはオーストラリア、ニュージーランド、南アフリカなどである。ラグビーユニオンが事実上の国技であるのはフィジー、ジョージア、ニュージーランド、サモア、トンガ、ウェールズなどである。ラグビーユニオンは5大陸にまたがる100以上の国々で、 プレイされており、2011年9月現在、117の各国、地域の協会が WR の会員となっている。歴史的にアマチュア主義を掲げていたが、1995年に WR は選手への給与支払いの制限を撤廃し、プロ選手が初めて解禁された。1987年に始まったラグビーワールドカップは4年に一度開催され、 優勝チームは、ウェブエリスカップを得る。ヨーロッパのシックスネーションズ及び、南半球のザラグビーチャンピオンシップが、毎年開催される主要な国際大会である。主要な国内リーグとしては、フランスのトップ14、イングランドのプレミアシップ、南アフリカのカリーカップ、ニュージーランドの州代表選手権などがある。その他の多国籍大会としては、アイルランド、スコットランド、 ウェールズ、イタリア、南アフリカのチームが参加するプロ14、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、アルゼンチン、日本のチームが参加するスーパーラグビー、ヨーロッパのそれぞれの国内リーグの上位チームが集まるヨーロピアンラグビーチャンピオンズカップなどがある。イングランドオリックシャー州ラグビーにあるラグビー校、手前にラグビーフットボールのピッチが見える。ラグビーフットボールの起源は、 1823年ラグビー校におけるイングリッシュスクールフットボールの試合中にウィリアム・ウェップ・ウェリスがボールを拾い走り出した出来事にあるとみなされている。このことに関する証拠は疑わしいが、1895年に作られた名盤によってラグビー校ではその名声は普及のものとなっている。この起源の逸話的な性格にもかかわらずラグビーワールドカップトロフィーは 彼の名を冠している。ラグビーフットボールはラグビー校で行われていた試合形式に由来し、ラグビー校出身でケンブリッジ大学に進んだアルバートペルによって初のフットボールチームが作られたとされている。それぞれのパブリックスクールが異なるルールを採用していた初期は、ラグビー校及びイートン校の卒業生は、それぞれ自分たちが好むルールを大学に広めようとしていた。 ラグビーフットボールの初期の発展における重要な出来事は、1845年のラグビー校における初のフットボール規則の法典化と、それに続く1848年のケンブリッジルールの制定である。その他の重要な出来事としては、1863年のブラックヒースクラブのフットボールアソシエーションからの脱退、1871年のラグビーフットボール、 ユニオンの設立である。このルール体系は当初は単純にラグビーフットボールとして知られていたが、1895年にラグビーリーグが分裂すると、ラグビーユニオンという組織の名称がこのスポーツを示すのに使用されるようになった。ラグビーフットボールの初めての国際試合は、1871年3月27日に行われたイングランドとスコットランドの一戦である。 1881年にはアイルランドとエールズの代表チームが結成され、1883年に初の国際大会であるホームネーションズチャンピオンシップが始まった。1883年には初の七人制ラグビートーナメントもメルローズでメルローズセブンズとして開催され、現在でも毎年開かれている。5年後に2つの重要な海外遠征が行われた。 一つは、後のブリティッシュアイリッシュライオンズによる遠征の基礎となったブリテン諸島代表のオーストラリア及びニュージーランド遠征であり、もう一つはイギリスの観客が初めて見る海外チームとなった1888年のニュージーランドネイティブチームの遠征である。1905年から1908年の間、南半球の主要な参加国のラグビー国はすべて代表チームを 北半球へと送ったニュージーランド、南アフリカ、オーストラリア。これら3チームは全て新たなプレイスタイル、身体レベル、戦術を有しており、予想された以上の成功を収めた。ニュージーランドの1905年遠征チームは各、試合前に鎌手を披露した。ウェールズラグビー協会のトム・ウィリアムズは、ウェールズチームのテディ・モーガンに墓に応えて、 ウェールズ国歌、我が不その土地ヘンベロット・ファイ・ノット・イを歌うことを提案した。モーガンが歌い出すと監修が加わった。これがスポーツイベントの開始時に国歌が歌われた最初の出来事である。1905年、フランスはイングランドと初の国際試合を行った。ジョージ5世から国王杯を受け取るニュージーランド軍チームの ジェームズ・ライアン第一次世界大戦中は、ラグビーの国際試合やクラブ間の試合は行われなかったが、大会はニュージーランド軍チームといった軍隊のチームによって続けられた。第二次世界大戦中は、ほとんどの国で国際試合が行われなかったが、イタリア、ドイツ、ルーマニアは、数試合を行ったほか、ケンブリッジ大学とオックスフォード大学は、毎年恒例の対抗戦を開催した。 ラグビーユニオンは1900年初頭に4度オリンピック競技として採用された。1973年、公式に認められた初のセブンズトーナメントがマレーフィールドスタジアムにてスコットランドラグビー協会100年祭の一部として開催された。1987年にラグビーワールドカップがニュージーランド及びオーストラリアで開催され、ニュージーランドが初代王者となった。 初のワールドカップセブンズトーナメントは1993年にマレーフィールドスタジアムで行われた。7人制ラグビーは1998年からコモンウェルスゲームズに導入され、2016年の下級リンピックに追加される予定である。ラグビーユニオンは1995年にイブが選手への報酬の制限を撤廃し、プロ化を容認するまでアマチュアスポーツだった。 しかしながら、ラグビーユニオンの1995年以前の時代は、シャマターザムとして、たびたび告発され、コモンズ特別委員会によって、イギリスで調査されるなどした。プロフェッショナリズムの導入に続いて、北半球のハイメケンカップ及び、南半球のスーパーラグビーが、国際クラブ大会として始まった。南アフリカ、ニュージーランド、オーストラリアが参加し、毎年開催されるトライ。 ネーションズは1996年に開始された。ラグビーにおける試合中の具体的な指揮はチームを率いるキャプテンが行う。通常、ヘッドコーチがピッチサイドに入ることはなく、観客席の高い位置からフォーメーションを確認しながら、選手交代の指示をトランシーバー等でスタッフに連絡している。なお、ハーフタイム中は HC が直接指示することも多い。ノーサイド精神。 ノーサイドはラグビーにおいて試合終了のことを指す古くて使われなくなった表現である。1857年に出版されたトマス・ヒューズ著トム・ブラウンの学校生活にはラグビー校のフットボールの試合に関してノーサイドイズコールドザファーストデイオブザスクールハウスマッチーズオーバーと書かれている。ラグビーではかつて審判が試合終了を宣言するために ノーサイドと叫んでおり、1970年代まではイングランドでも使われていた。現在ではこの言葉は日本でのみ使用されている。ノーサイドという言葉は日本でのみ生き残り、試合終了のホイッスルが鳴ったら、全員お互いの違いを忘れるべき、ということを意味するようになった。日本ではラグビーは剣道などの武道と同じく精神性が重んじられるようになった。 新島清は、ラガーマンが大切にしなくてはいけない思想が4つある。自己犠牲の精神、ノーサイドの精神、レフリー絶対の精神、アマチュア精神この4つの思想を合わせて、ラグビー精神というと述べた。ノーサイド精神は、プロ化の進んだ今日でもラグビーに影響を与えている。例として、観客席を区別しないことや、最近まで、ラグビー上は、 シャワー室が一つだけで敵味方が譲り合って使用していたこと、さらに試合後にアフターマッチファンクションと呼ばれる、親睦会を行う習慣は19世紀から今日まで続いている。試合が終わって相手と親睦を深めるまでがラグビーという考え方である。ワンフォーオール、オールフォーワンラグビーを語る上でよく使われる言葉、一人は皆のために、皆は一人のためには、 フランスのサッカーアレクサンドル・デュマペールの小説、三重詩の中の言葉である。通常のラグビーユニオンのポジションそれぞれのチームはフィールド上に15名の選手で始まる。1チームの選手は8人のフォワードと7人のバックスに分けられる。フォワードの選手の主な責任はボールのポゼッションを奪い維持することである。これらのポジションの選手は一般的に大柄で強くスクラムや ラインアウトに参加する。フォワードは集団として特にスクラムフォーメーションの際はしばしばパックパックと呼ばれる。フロントローフロントローはルースヘッドプロップとタイトヘッドプロップの2人のプロップとフッカーの3人の選手から構成される。2人のプロップの役割はスクラムの間フッカーをサポートすること、ラインアウト時に ジャンパーのサポートを提供すること、ラックやモールで強さと力を提供することである。フッカーは攻撃、守備両面で鍵となるポジションである。ポジションの名前はスクラム中でボールを足で書き込むことに由来する。フッカーは通常ラインアウトでボールを投げ入れる。セカンドロー、セカンドローは二人のロックによって構成される。ロックは通常チームにおいて 最も長身の選手が担当し、ラインアウト時のジャンパーとして専門化されている。ラインアウトにおけるロックの主な役割は、他のフォワードに支えられながらジャンプし、投げ入れられたボールを受け取るあるいはボールを自サイドに落とし確保することである。ロックはまたスクラムにおいても重要な役割を持ち、3人の フロントローの後ろにバインドする。バックロースクラム前のセバスチャン・シャバルバックローはフォワードポジションの3列目かつ最終列でありしばしばルースフォワードと呼ばれる。バックローは2人のフランカーと1人のナンバー8からなる。ブラインドサイドフランカーとオープンサイドフランカーと呼ばれる2人のフランカーはスクラムの最終列である。ナンバー8はスクラム後方。 二人のフランカーの間に位置している。スクラムにおけるナンバー8の役割はフロントローから書き出されてきたボールをコントロールすることであり、フライハーフとインサイドセンターはナンバー8にきっかけをもらう。バックスの役割は得点機会を作り出すことであり、一般的にフォワードよりも小柄だがスピード及び敏捷性がある。フォワードとバックスのもう一つの際は、バックス、特に フライハーフとフルバックのポジションはより優れたキックの技術が期待されることである。ハーフバックハーフバックはスクラムハーフとフライハーフの2つのポジションから構成される。フライハーフはチームのゲームプランに極めて重要である。フライハーフは大抵の場合ブレイクダウン、ラインアウト、スクラム後にスクラムハーフから最初にボールを受け取り、アウトサイドバックスと連携するのにどのアクションが 効果的であり、最終的に選択するかを決断する必要がある。多くのフライハーフはまた、チームのゴールキッカーを務める。スクラムハーフは、フォワードとバックスの間をつなぐ役割を担う。スクラムハーフは、ラインアウトからボールを受け取ったり、スクラムの後方からボールを除いて通常フライハーフに、パスする。また、スクラムにボールを投げ入れ、時には、 ホースルースフォワードとして働く必要がある。スリークオータースリークオーターには、インサイドセンター、アウトサイドセンター、レフトウィング、ライトウィングの4つのポジションがある。これらのポジションは、フライハーフのように、キックの能力、プレーを読み攻撃を指揮する能力を一般的に有している。センターの主な役割は、自分より外側の味方にスペースを提供することである。 センターは良いラインを走る能力、パス能力が必要であり、タックルにより倒されないことが求められる。ウィングは一般的にバックラインの外側に位置する。ウィングの主要な機能はトライで攻撃を締めくくることである。ウィングの選手は大抵チームで最速であり、走者としても捕まりにくく、近代では大柄で強く、タックルを破ることができる選手が務める。 フルバックフルバックは通常をバックラインの数メートル後方に位置する。相手側のキックをキャッチする役割や、相手側がバックラインを破った場合はしばしば守備の最終ラインとなる。良いフルバックである二つの最も重要な特徴は、信頼できる補給スキルとキックスキルである。相手陣地のゴール領域でボールを地面に置くことをトライと呼び、ゴールラインの上空。 戦場に立てられた2本の柱の間のクロスバーより上にボールを蹴り入れることをゴールと呼ぶ。プレイ中にドロップキックしてのゴールをドロップゴール、相手の反則の際に与えられるペナルティーキックでのゴールをペナルティーゴールと呼び、またトライに成功したチームにはゴールの機会が与えられ、これをコンバージョンと呼ぶ。それぞれの得点はトライが5点、ペナルティーゴール及びドロップゴールが3点。 コンバージョンによるゴールが2点である。選手はボールを持ち、走り、投げ、蹴ることができるが、ボールを前方に落としたり前方に投げたりしてはいけない。つまり、攻撃側はボールを持っているプレイヤーが、自チームの15名の先頭にいなければならない。のである。守備側は、ボールを持った選手のみに対して、タックルをすることができ、これによって倒された攻撃側の選手は、 ボールを素早く手放さなければならない。これを行わないと、ノットリリースザボールという反則になる。また、ラグビーでは、膝がついている状態でも倒れているとみなされるため、プレーをしてはいけない。タックルをしたプレイヤーは、ボールキャリアのボールを奪うこともできる。また、このことをジャッカルと呼ぶ。タックルによって、選手の動きが止まることで、後に続く攻撃側。 守備側双方の選手らが集まり密集が形成されるが、その中の選手がボールを持っている状態を、モール、ボールが地面にある状態をラックと呼ぶ。モールやラックではゲートがあり、そのラックやモールなどの横からは入れない。横から入った場合、オブザゲートと呼ばれる反則になる。この他に、審判の指図で意図的に形成される整然としたスクラム・スクラマッチと呼ばれる。 密集状態があり、スクラム及びラックの中では、ボールの操作は足でのみ許されている。スクラムは、審判の、クラウチ、バインド、セットの合図で、両チームのフォワード同士がエンジンを組むように組み合い、スクラムハーフがボールを、スクラム内に投入し、攻撃側、守備側双方のフッカーがこれを取り合う。ただし、ゴールラインが近い場合には、スクラム内にボールをキープしたままインゴールに、 押し込んでしまう場合がある。この場合は、スクラムトライというトライになる。攻撃側のボールを奪い、防御側のチームのボールにすることを、ターンオーバーという。キックでは、自陣22メートルラインの外側で蹴った、ボールバウンドせずにタッチラインへと出た場合、ダイレクトタッチと呼び、ボールが出た地点ではなく、キック地点からゴールラインと平行な直線を引くと、 ボールが出た側のタッチラインと交わる地点でのラインアウトとなる。また、キックする場合そのキックするラインにより前にいるプレイヤーはプレイしてはならない。した場合キックオフサイドという反則となる。ラグビーでは常に危険が付きまとうため、反則がこと細かに規定されているが、反則があっても必ずしも競技が即中断されるとは限らず、 反則を犯したチームに不利な展開が続く限り猶予される場合がありアドバンテージと言われるこの時主審は有利なチームに向けて水平に腕を上げている反則からの再開にはスクラムによるものとペナルティキック等によるものとがあり反則の種類によっていずれで再開されるかが定められている比較的軽い反則からはスクラムで再開し重い反則からは ペナルティーキックから再開される。1チーム15人で競われる。大学生以上の場合、試合時間は前後半合わせて80分であり、ハーフタイムは10分以内である。ボールがタッチラインから外に出ると、ラインアウトという方法で再開する。出た地点からゴールラインと平行に引かれた仮想線の両側に両チームのフォワードが並び、出た地点から出したチームの相手側の選手が、 ラインオブタッチ上にまっすぐに投げ、それを両チームが取り合う。近年のラインアウトはルール変更もあり、人を持ち上げてより高いところでボールを取ろうとするのが普通である。ただし、反則によるペナルティーキックで直接外に出した場合は出した方が投げる。ところが、タッチラインの外でボールを投げ入れる側がボールを直接取ったとき、 フォワードが並ばないうちにボールを投げ入れてしまうことがある。これをクイックスローインと言い,い、戦術の一つとなっている。ただし、どちらか片方のフォワードが並んでいた場合は当然、反則である。ラグビーではしばしばゲインラインという用語が使われる。ゲインラインは攻撃の有効性を測る指標の一つであり、直前の攻撃の結果できたポイントを通り、ゴールラインに平行な線が、 ゲインラインとなる。ゲインラインからどれだけ前進するかは、その攻撃でどれだけ自分たちの地域を獲得できたかを意味し、すなわち得点できるかのキーポイントとなる。ラインアウトの場合は、ラインオブタッチがスクラム、モール、ダックの場合はその中心線がゲインラインとなる。試合時間は前半、後半各40分の 計80分だが終了時刻を過ぎてもプレーが途切れるまで試合は継続される。ペナルティキックやフリーキックでも試合は継続される。ラグビーでは試合終了のことを日本においてはしばしばゲームセットではなくノーサイドと呼ばれている。戦い終えたら両軍のサイドがなくなって同じ仲間だという精神に由来する言葉である。刑事方法は サッカーと同じロスタイム制度が多く使われるが、重要な大会ではタイムキーパー制度が使われる。これは負傷者の手当や選手への指導など、審判が必要と認めた時に掲示を止める方式である。そのため、40分を経過した時点でホーンが鳴り、時間が来たことを知らせる。基本的にプレーが止まると終了だが、後半の場合、リードしている側が反則を犯した場合、 試合は継続する。そのため、リードしている側はボールを外に蹴り出して試合を終了させる。ルールについては、国際ラグビー評議会が、競技規則を定めて日本語で公開しており、用語については、日本ラグビーフットボール協会が用語集を公開している。ラグビーユニオン競技場の略図ラグビーユニオンは2、チーム間でプレーされ、より多く得点したチームが勝利する。 得点する方法は複数ある。トライはインゴールエリアにボールを置くこととコンバージョンキックの権利が得られる。ペナルティキックあるいはドロップゴールが成功すると3点が加点される。それぞれの方法で何点が得られるかは時代とともに変更され続けている。ラグビーユニオンは最長144メートル幅70メートルの競技場で行われる。実際の試合では 二つのトライライン間は最大100メートルでトライラインの後方10から22メートルの間にデッドボールラインが引かれる。競技場には特にハーフウェイラインや22メートルラインなどいくつかのラインが引かれる。ラグビーのゴールポストは H 型をしており地面から3メートルの高さの水平のクロスバーで連結された5.6メートルの距離にある二つのボールから構成されている。 他のいくつかのスポーツとは異なりゴールキーパーはおらず、クロスバーの下の領域には特別な意味はない。もともとはヤードポンド法で測られていたが、現在はメートル法が使われている。ゲームの始めに、首相とレフェリーは、どちらがキックオフを最初に行うかを決定するため、コイントスを行う。プレイは、ドロップキックで始まり、選手はボールを追って、相手陣内に入る。 相手側はボールを確保し前に進めようと努める。ボールを持った選手がタックルされた場合は、しばしばラックに移行する。ゲームは前後半それぞれ40分で行われ、間に休憩が取られる。ハーフタイムの休憩でエンドが交代する。選手の負傷やレフェリーが懲戒処分を行う際にゲームがストップするときは時計は進まない。そのため、経過時間は、 大抵80分より長くなる。レフェリーはオフィシャルタイムキーパーがいる時でも自分で試合時間を管理する責任がある。ボールがインプレーの間に40分あるいは80分が経過した場合はボールがデッドになるまでゲームは続行され、その後にレフェリーが笛を吹く。しかしレフェリーがペナルティーキックあるいはフリーキックを与えた場合は試合は続行される。 ボールをパスしようとする選手と来後にコンバージョンを蹴っている前方へのパスは反則であり、パスは横方向あるいは後ろにしなければならない。ボールはキッキング、ランニング、スクラムあるいはモールの3種類の方法によって前進する。アメリカンフットボールとは異なり、ブロッキングは許されていないため、ボールを持つプレイヤーのみがタックルされるカラックの状態となる。 ボールが選手の腕によって打たれ前方に落下した場合はノックオンの反則となりプレイはスクラムで再開する。すべての選手が相手陣地を奪うためにボールを前方へキックしてよい。キックしたボールがフィールド内に着地してからタッチラインを越えた場合は越えた場所で相手ボールのラインアウトが行われる。また自陣の22メートルラインの内側でキックしボールが フィールド内に着地せず直接タッチラインを越えた場合は、越えた場所でのラインアウトとなる。しかし、22メートルラインの外側でキックし、ボールが直接タッチラインを越えた場合は、キック地点を通り、ゴールラインと平行な直線がボールが出た側のタッチラインと交わる地点でのラインアウトとなり、前進とならない。ペナルティキックで直接タッチラインを越えた場合は、 キック地点が22メートルラインの内側か否かに、関わらず、超えた場所でのラインアウトとなる。また、この場合は、味方ボールのラインアウトとなる。また、キックオフの際、キックの距離が10メートル未満だった場合及び、ダイレクトでタッチを割った場合は、2つの選択肢が相手に与えられ、多くの場合は、ハーフウェイライン上でボールを持っていない方のスクラムで、再開される。キックオフ時に、 ダイレクトでタッチを割った場合はノット10メートル時の3つの選択肢に加えタッチとしてラインアウトを選択するクイックスローインする選択肢も相手側に与えられるラグビーのタックルタックルはボールを保持している選手を妨害あるいは地面に倒す目的で首から下を狙わなければならない守備側の目的はタックルによって相手を倒すかモールで 争いボールを持った相手選手を止めることである。このような状況はブレークダウンと呼ばれ、それぞれ特定の規則がある。タックル選手はボールを持っている相手選手に抱きつくことでタックルする。タックラーは相手の肩より上をタックルしてはいけない。また、タックラーはタックルが終了するまで相手選手に腕を巻きつけるよう試みなければいけない。相手を押すこと、ショルダーチャージ、足あるいは、 足で相手を転ばせることは反則である。ただし手で相手を転ばせることは許されている。タックラーはボールをキャッチするためにジャンプした相手選手が着地するまではタックルしてはいけないラックを呼びモールモールはボールを持った選手が相手と接触しても倒れず立った状態となった後に起こる。3人以上がその密集状態に関与するとモールが成立する。ラックはモールと似ているが ラックではボールがグラウンド上にある点が異なり少なくとも3人の選手がボールを守ろうとしてグラウンド上で密集している時に成立するラインアウトラインアウトでセルアイルランドとジョージアボールがフィールドの横に出た時は最後にボールを触ったチームの相手側にラインアウトが与えられるそれぞれのチームのフォワードはタッチラインに垂直に タッチラインから5メートルから15メートルの間に1メートルの距離を置き整列する。ボールはタッチラインからフォワードの列の中央にボールを最後に触れなかったチームの選手によって投げ入れられる。例外はボールがペナルティーによってサイドを割った時でこの際はペナルティーを得た側がボールを投げ入れる。ラインアウトではどちらのチームもボールを争い、選手はチームメートを持ち上げるなどする。 ジャンプした選手には着地するまでタックルをしてはならず、肩と肩の接触のみ許されている。スクラムスクラムスクラムは、軽い反則の後に安全かつ公平に試合を再開する方法である。スクラムは、ボールを前にパスあるいは落とした場合、誤ってオフサイドになった場合、ボールがダックやモール中で、膠着状態になった場合に与えられる。また、 ペナルティを得たチームはスクラムを選択することができる。スクラムはそれぞれのチームの8人の選手が3列となり、組み合わさって形成される。前列はフッカーとその両側の2人のプロップからなる。2列目は2人のロックと2人のフランカーからなる。セカンドローの後ろにナンバー8が位置する。このフォーメーションは3から4から1フォーメーションとして知られている。 スクラムが形成されると、スクラムの権利を得たチームのスクラムハーフが、フロントローカンのトンネルにボールを投入する。それぞれのチームのフッカーは、ボールを足で後方にかき込むことによって、ボールのポゼッションを競う。その間、それぞれのパックは、ボールのポゼッションを得るのを助けるため、相手を後ろに押そうと試みる。ポゼッションを得た側はボールを、スクラム後方へ運び、ボールを、 ナンバー8あるいはスクラムハーフによって拾い上げる。試合のオフィシャルはレフェリーと2名のアシスタントレフェリーの計算名である。以前はタッチジャッジとして知られていた校舎の基本職務はボールがタッチに出たことを示すことだった。彼らの役割は拡大され、現在はファール行為の観察やオフサイドラインのチェックなど多くの領域においてレフェリーを補助することが期待されている。 加えて、高レベルの試合においては、しばしば、テレビマッチオフィシャルかおり、レフェリーと無線で更新し、判断を補助する。レフェリーは、決定を示すのにハンドシグナルを使用する。よく起こる反則は、肩より上へのタックル、スクラムやラック、モールを崩すこと、グラウンド上でボールを手放さないこと、タックル後、モールおよびラックなど密集に参加する選手が、倒れ込みにより、 ボールを出させなくすること、マイボールの選手がスクラムやラインアウトの中にまっすぐ入れないオフサイドなどである。反則を犯していないがあのチームがペナルティを得た際には以下のように多くの選択肢がある。試合中は選手の交代あるいは入れ替えが行われる。交代となった選手は一時的な出血のための交代以外は試合に戻ることはできない。 入れ替えで外に出た選手は出欠した選手の交代として一時的にフロントローフォワードと交代で出た場合はずっと試合に戻ることができる。国際試合においては7名までの交代が許されており、国内あるいは国境を越えた大会ではナショナルユニオンの自由裁量で8名まで増やすことができる。合成ラグビーボールラグビーユニオンの試合における最も基本的な道具はまず、 ボールとラグビーシャツ、ラグビーショーツ、ソックス、ブーツである。ラグビーボールは楕円形であり、4枚のパネルによって作られている。ボールは歴史的に革製であったが、現代ではほとんどの試合において合成素材で作られたボールが使用されている。イブはボールの寸法を規定しており、長さは280から300ミリメートル。 縦の外周は740から770ミ、mm、リメートル、横の外周は580から620ミ、mm、リメートルである。ラグビーブーツは芝生のピッチに適するようスタット付きのソールを有している。スタットは金属製あるいはプラスチック製のものが使われるが、先端あるいは足が鋭いものは禁止されている。防具は任意であり厳密に規制されている。 マウスガードは最も一般的な防具で、ほぼすべての選手が装着しており、いくつかの国では義務となっている。その他の許可されている防具は、スクラムキャップ、薄く軟質の肩パッド、ソックスの下に装着する、レガースなどである。バンデージあるいはテーピングは、負傷補助あるいは防止するためにすることができ、選手の中には、スクラムやラックにおいて、 耳を守るため頭の周りにテープを巻く者もいる。女子選手は胸パッドを装着することもできる。ボールに対するグリップを上げる目的でフィンガーレスグローブが使用されることもある。マッチオフィシャルは試合前に選手の服や用具が規則にのっとっているかをチェックする責任がある。正会員及び巡回員正会員巡回員ラグビーユニオンの国際競技連盟は ワールドラグビーである。WR 本部は W にある。1886年に設立された WR は世界中のラグビーユニオンを統括し、試合規則及びランキングを発表している。2012年11月現在、WR には正会員並びに巡回員を合わせて118の協会が登録されている。WR の統計によればラグビーユニオンは 五大陸の100を超える国々で、すべての年代の男女によってプレーされている。WR は、ラグビーワールドカップ、女子ラグビーワールドカップ、ラグビーワールドカップセブンズ、ワールドラグビーセブンズシリーズ、ラグビージュニア世界選手権、ジュニアワールドトロフィー、ネーションズカップ、パシフィックネーションズカップを主催している。WR は、セブンズワールドシリーズを除くイベントの開催地を、 決定する投票を行う。その結果、WR は、それぞれのイベントを開催する契約を各国協会と交わす。WR の下部組織として、6つの地域連盟がある。ソンザーは、南アフリカラグビー協会、ニュージーランドラグビー協会、オーストラリアラグビー協会及びアルゼンチンラグビー協会による公弁事業であり、スーパーラグビー並びにザラグビーチャンピオンシップを、 開催している。WR 並びに各地域協会に加盟している各協会はそれぞれの国においてラグビーユニオンを監督する。アーバラグビー2007決勝ベルギーと対戦するドイツ日本とウェールズのラグビーファン最初にラグビーユニオンが広まった国は発祥地であるイングランドとそれに続く残る3つのホームネーションスコットランド、アイルランド、ウェールズである。ラグビーユニオンは 海外駐在のイギリス人や軍人、留学生などによって世界中に輸出されていった。1864年にはオーストラリアシドニーでラグビークラブが作られた。ニュージーランドには1870年にクライストカレッジフィンチリー校の生徒としてラグビーをプレイしていたチャールズ・ムンロによって持ち込まれたと言われている。フランスの最初のラグビークラブは 1872年にルアーブルのイギリス人居住者によって作られた。翌年にはアルゼンチンブエノスアイレスで初のラグビーの試合が行われた。北米ではカナダ初のクラブが1868年にモントリオールで作られた。モントリオールはまた1874年に マギル大学とハーバード大学の試合が行われたなど、アメリカ合衆国にラグビーユニオンが紹介されるに役割を果たした。1875年には、ケープタウンに駐屯していたイギリス兵士によって、南アフリカにラグビーが紹介された。いくつかの島軍にはこれまでにラグビーを受け入れてきた。多くはイギリス軍人によって紹介されたが、後には国際試合の相手を求めて、 近隣の国々にラグビーを広めていった。フィジーでの最初のラグビーの試合は、1884年頃に、ビティレブジマバのヨーロッパ人と現地人警察のフィジー人の間で行われた。フィジーは1924年にはサモアへの初の海外遠征を行った。サモアは1927年に自国の教会を設立した。代表チームを有する、その他のオセアニアの国としては、 クック諸島、ニーウェイ、パプアニューギニア、ソロモン諸島がある。ラグビーユニオンがトリニダード,ド・トバゴの到着した正確な日付は知られていないが、1926年には最初のクラブであるカリブ・ル f c が設立された。代表チームは1927年までに活動を開始し、1933年のイギリス領ギアナへの遠征が中止されたため、 バルバドスへと行き先を変更し、バルバドスへラグビーを紹介した。ラグビーユニオンがプレーされている、その他の大西洋の国としては、キューバやバミューダ諸島がある。ヨーロッパにおけるラグビーユニオンの広がりは散発的なものだった。歴史的にイギリスやアイルランドチームが南半球の巨人であるオーストラリア、ニュージーランド、南アフリカとの対戦により、興味を持っていたため、 ヨーロッパのチームはイギリスやアイルランドと国際試合を行う機会を書き国際ラグビーの2番手集団を作らざるを得なかった。イギリス及びアイルランド協会と孤立している時期にはフランスがこれらのヨーロッパの国々が定期的に対戦できる唯一の戦闘集団に属する大陸の国だった。1934年フランスラグビー連盟が中心となり国際アマチュア ラグビー連盟が WR の権限外のラグビー協会を組織化するために設立された。設立メンバーはイタリア、ルーマニア、オランダ、カタルーニャ、ポルトガル、チェコスロバキア、スウェーデン。その他の注目すべきラグビーがプレーされているヨーロッパの国としてはロシアがある。ロシアでは1933年にダイナモモスクワとモスクワ体育協会との間で 初の公式記録試合が行われた。ポルトガルでも第一次世界大戦と第二次世界大戦の間にラグビーが根付き、1922年にポルトガル代表が結成され、1927年には公式大会が開始された。アルゼンチンは南米において最も知られたラグビーがプレーされている国であり、1899年に アルゼンチンラグビー協会が設立されている。その退屈下の南米の国々もまた長い歴史を有している。ブラジルにおいてラグビーは19世紀末からプレイされているが、定期的に試合が行われるようになったのは、都市対抗試合でサンパウロがサントスを破った1926年からである。主にモンテビデオクリケットクラブの尽力により、ウルグアイにラグビーが定着するまで、 幾度かの失敗があったものの、1951年には国内リーグと4つのクラブが結成された。ラグビー協会が設立されたその他の南米の国としては、チリ、パラグアイ、ベネズエラがある。多くのアジアの国々では、大英帝国の時代からラグビーをプレーする伝統がある。インドでは1870年代初めにラグビーがプレーされるようになり、 1873年にカルカッタフットボールクラブが結成された。1878年にカルカッタフットボールクラブは解散、インドのラグビーは行き詰まった。インドがラグビーに与えたい存として、イングランドとスコットランドの間で毎年争われる世界最古の国際ラグビートロフィーであり、インドからラグビーフットボールユニオンに寄贈されたカルカッタカップがある。 スリランカのラグビー協会は1978年に設立されたと主張されているが、この時期の公式な情報はほとんどなく、1920年にスリランカチームはマドラスで開催されたオールインディアカップに勝利している。マレーシアについても記録管理が悪いことに悩まされる。歴史的には1892年マレーシアにおける最初の試合が行われたと記録されているが、ラグビーが 初めて確認されるのは1922年から行われている HMS マレーヤ杯の存在であり、マレーヤ杯は現在でもマレーヤセブンズの勝者に送られる。ラグビーユニオンはトリニティホール大学の学生だった田中銀之助とコーパス・クリスティカレッジで学んだエドワード・ブラムウェル・クラークによって1899年に日本に紹介された。 日本ラグビーフットボール協会は1926年に設立され2019年ラグビーワールドカップのホスト国となることが決まっている。これは英連邦及びフランス以外の国で開催される初めてのワールドカップであり、イブは特にアジアにおいてラグビーユニオンを普及させる機会と捉えている。その他の注目すべきアジアの国々としては ラグビーセブンズの発展において有名で、香港セブンズを開催していることでも知られている。以前は、イギリスの植民地であった、香港やシンガポール、大韓民国、中華人民共和国がある。2011、ラグビーワールドカップアフリカ予選ザンビア戦試合前の、コートジボワール代表中東及び、湾岸諸国におけるラグビーは、第二次世界大戦後にこの地域に駐屯した。 イギリス及びフランス軍によって1950年代に作られたクラブから歴史が始まっている。これらの軍が去った後、これらの国々で働いていた、主にヨーロッパ人の若いプロフェッショナルによって、クラブやチームは存続した。オマーンの公式協会は、国王カーブース・ビンサイードが、 講演者となり1971年に設立された。翌年、バーレンはラグビー協会を設立し、1975年にはドバイエグザイルラグビークラブによってドバイセブンズが作られた。イスラエルを含む地域において2011年現在、ラグビーは未だマイナースポーツである。イスラエルはワールドラグビーランキングに含まれている唯一の中東の協会である。 アフリカにおけるラグビーユニオンは19世紀末及び20世紀初頭に主にラグビーは白人のみがプレーするという考えを持っていた入植者や植民地の住人によって広まっていった。そのためラグビーは先住民によってブルジョワのスポーツとみなされ彼らには広がりを見せなかった。最も早くラグビーがプレーされるようになったのは南アフリカとその隣国のローデシアである。 植民地支配が崩壊するとラグビー人気は衰えたが近年はいくつかのアフリカの国々にラグビーは受け入れられている。21世紀初頭マダガスカル代表の試合は4万人の観客を集め1915年からラグビーの歴史を有するナミビアはワールドカップ本戦に1999年から連続で出場している。ワールドラグビーランキングに名前のある その他のアフリカの国には、コートジボワールや、ケニア、ウガンダ、ザンビアがある。フィジー、ジョージア、ニュージーランド、サモア、トンガ及び、ウェールズの少なくとも6カ国がラグビーを事実上の国技としている。2007年ワールドカップのフランス開催を祝うために、エッフェル島に飾られた巨大なラグビーボールラグビーは、対抗戦の歴史であり、海外に遠征したり海外から招待したりして、 試合を行ってきた。その中でも国を代表して行われる試合をテストマッチと呼んでいる。このテストマッチに出ることは名誉なこととされ、選手にはキャップが与えられる。日本代表では王の人志が現在キャップ数最多。ラグビーユニオンにおいて最も重要な大会は4年に一度予選を勝ち抜いた男子ナショナルチームによって争われるラグビーワールドカップであり、 ワールドラグビーが主催する。1987年以降、4年に一度、開催されている。優勝チームは、ニュージーランド、オーストラリア、南アフリカ、イングランドである。シックスネーションズは、イングランド、フランス、アイルランド、イタリア、スコットランド、ウェールズのヨーロッパ6カ国により毎年開催される、対抗戦である。毎年2月から3月に開催される。 それぞれの国は他の5カ国と総当たり戦を行う。初期のイングランドとスコットランドの対抗戦の後、1880年代にアイルランドとウェールズが加わり、ホームインターナショナルチャンピオンシップスが作られた。1900年代にフランスも参加し、1910年に初めてファイブネーションズという5区が登場した。しかしながら、ホームネーションズはチームの実力、 プロフェッショナリズムの疑惑、フィールド上の暴力に対する懸念等により1931年にフランスを除外した。フランスは1939の1940年に再加入したが、第二次世界大戦により8年間大会は中止された。フランスは第二次世界大戦後1947年からのすべての大会に出場している。2000年には、 イタリアが参加した現在の6カ国となった。イタリア・ローマのスタディオ・フラミニョは大会が行われる中で最も小さな競技場である。ザ・ラグビー・チャンピオンシップは南半球のトップ代表チームにより毎年開催される国際大会である。1996年の開始から2011年まではトライネーションズとして知られており、南半球の伝統的な競合国である。 南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランドが参加していた。この参加国は近年の世界ランキングを支配しており、トライネーションズが最も厳しい国際大会であると言われたこともある。トライネーションズは当初はホームアウェー2試合を各国との間で行う方式だった。2006年から各国と3試合ずつ対戦する方式が導入されたが、 2007年と2011年はワールドカップイヤーのため各2試合で行われた。特にアルゼンチンが2007ワールドカップで良いパフォーマンスを見せたため多くの解説者はアルゼンチンがトライネーションズに参加すべきだと考えていた。このことは最初2008年大会での参加、次に2010年大会での参加が真剣に提案され2009年のトライネーションズ後に ソンザーがアルゼンチンラグビー協会に2012年大会からの参加を要請し実現に近づいた。アルゼンチンの参加により大会は公式に2012年からザ・ラグビーチャンピオンシップと改名されることになった。大会形式は当初のホームアウェイ方式に戻ったが2015年はワールドカップイヤーのため各1試合で行われた。なお各参加国の間には 定期戦でかけられるカップ戦が存在し、ニュージーランドとオーストラリアの間では、ブレディスローカップ、ニュージーランドと南アフリカでは、フリーダムカップ、オーストラリアと南アフリカの間では、マンデラチャレンジプレート、オーストラリアとアルゼンチンの間では、プーマトロフィーと呼ばれている。欧州ネーションズカップ欧州ネーションズカップは6、ネーションズの次に位置する大会。 ヨーロッパの30カ国以上の代表が参加しており、全体を各4チーム前後のディビジョンに分け、それぞれ総当たり戦を行うディビジョン制をとっている。各ディビジョンの最上位と最下位はシーズンごとに入れ替わるが、シックス・ネーションズとディビジョン 1A との入れ替えはない。主な強国はポルトガル、ルーマニア、スペイン、ジョージア、ロシアなど、チェコやウクライナといった、 新興国が成績を伸ばしており、本大会は競技の普及と国際化の進捗状況を見るバロメーターとも言える。アジアラグビーチャンピオンシップアジアラグビーチャンピオンシップ2017日本対韓国戦の開会式アジアラグビーチャンピオンシップはアジアラグビー主催の国際大会。前身はアジア5カ国対抗。アーファ加盟国をトップ3、ディビジョン1、ディビジョン2、 ディビジョン3、ディビジョン4に分け、トップ3は、ホーム2戦、アウェイ2戦の4回戦争あたりによる、マッチポイント方式で順位を決定する。2015年の発足以来、日本が勝利している。パシフィック・ネーションズ・カップパシフィック・ネーションズ・カップは、環太平洋の世界ランキング第2位グループを強化し、トップ国との格差を縮める目的で設立された、大会。前進は、フィジー。 サモア、トンガのオセアニア3カ国によるパシフィックトライネーションズ。2006年に日本、ジュニアオールブラックスを加えた5チームで発足。翌2007年には、オーストラリア A 代表が新たに加わり、6カ国総当たり戦で行われるようになった。2008年には、ジュニアオールブラックスに代わって、ニュージーランドマオリが参加した。2009年には、ジュニアオールブラックスが復帰したが、 オーストラリア A 代表は不参加の5カ国で行われた。2010年以降はジュニアオールブラックスも不参加となり、フィジー、サモア、トンが日本の4カ国で行われている。ラグビーユニオン競技は1900年、1908年、1920年、1924年のオリンピックにおいて行われた。オリンピック規則によってスコットランド、 ウェールズ、イングランドは主権国家ではないため独自のチームとしての参加が認められなかった。1900年はフランスがグレートブリテンを27対8、ドイツを27対17でおろし金メダルを手にした。1908年はオーストラリアがグレートブリテンを32対3で破り金メダルを手にした。1920年は アメリカ合衆国が多くの選手はラグビーに馴染みがなかったにもかかわらず、フランスを8対0で破るバクルワセを演じた。1924年、合衆国は再び、フランスを17対3で破り、ラグビーの金メダルを二度でにした、唯一のチームとなった。2009年国際オリンピック委員会は81対8の多数で、セブンズ4デートーナメント形式ではあるが、 ラグビーユニオンの少なくとも2016年、2020年での復帰を決定した。これは長年ラグビー界が熱望してきたことであり、国際ラグビー評議会議長のバーナード・ラバセットは、オリンピック金メダルは我々のスポーツの頂点とみなされるだろうと述べた。ラグビーセブンズはコモンウェルス・ゲームズにおいて1998年のクアラルンプール大会から行われている。 現在の金メダル保持国は4連覇中のニュージーランドである。ラグビーユニオンはアジア競技大会においても台湾国における1998年大会から行われている。1998年及び2002年大会では15人制と7人制の2つの競技がどちらも開催されたが2006年からは7人制のみが行われている。2010年には 女子7人制ラグビーが開始された。現在の7人制トーナメントの金メダル保持国は男子が日本、女子がカザフスタンである。商用航空便が開通する前のラグビーユニオンの初期の間は異なる大陸間のチーム同士が対戦することはほとんどなかった。最初の2つの重要な遠征はどちらも1888年に行われた。 ブリテン諸島のニュージーランド及びオーストラリア遠征と、それに続くニュージーランドチームのヨーロッパ遠征である。伝統的にほとんどの一流の遠征は、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカの南半球諸国による北半球への遠征と、ブリテンアイルランド合同チームによる返礼遠征であった。遠征は長い移動時間と多くの試合が行われるために、数ヶ月にわたって続いた。 1888年のニュージーランドチームは6月にホークスベイで遠征を開始したが107試合を戦い、1889年8月までスケジュールは完了しなかった。遠征側のチームは代表チーム、クラブ、地域チームとテストマッチを行った。ラグビーユニオンは1995年からプロ化されている。以下の表は完全にプロ化したラグビー競技会を示す。 平均観客動員数はプレーオフを含む1スーパーラグビー及びカリーカップは2011シーズンの数値22010から11シーズンの数値スーパーラグビー2018サンウルブズ VS ブランビーズ戦ヨーロピアンラグビーチャンピオンズカップはシックスネーションズから選抜されたクラブチームによる大会で実質的に欧州ナンバー1クラブを決める サッカーのチャンピオンズリーグに相当する大会である。20チームによるホームアウェイで一次リーグを行い、8強が決勝トーナメントに進む。2013から2014年シーズンまではハイネケンカップという名で開催されていた。ヨーロピアンラグビーチャレンジカップはヨーロピアンラグビーチャンピオンズカップ株大会にあたる。 シックスネーションズからは、ヨーロピアンラグビーチャンピオンズカップにつく順位のクラブが出場。ロシア、ジョージア、ルーマニア、スペイン、ポルトガル等の上位クラブからも出場する。コベントリー大学ザセンターフォーザインターナショナルビジネス、オブスポーツの2011年の報告書によると、現在500万人以上の人々が、ラグビーユニオンあるいはイブによって整理されたその編集を、プレイしている。 これは前回の2007年の報告書から19%増加している。この報告書では2007年からアフリカにおいて33%、南米において22%、アジア及び北米において18%参加者が増加しているとも主張されている。ラグビーユニオンの最高峰のイベントであるラグビーワールドカップは1987年の 初開催から成長し続けている。16チームがタイトルを争った。最初の大会は17カ国で放映され2億3000万人が視聴した。この大会での予選ステージ及び決勝トーナメントのチケット売り上げは100万未満だった。2007年ワールドカップは94カ国が参加し、予選及び決勝ステージでのチケット売り上げは385万だった。 この大会は200カ国で放映され42億人が視聴した。最多国際試合キャップ数を持つのティア1ネーションの選手はオーストラリアのハーフバックジョージ・グレーガンである。最多通算得点記録を持つティア1ネーションの選手はニュージーランドのダン・カーターであり、キャリア通算で1250得点を挙げている。2010年4月、リトアニアは セルビアに勝利した結果18連勝となり、これまでニュージーランドと南アフリカが作った17連勝という記録を破った。国際試合での最多得点記録は1994年10月27日に、香港がシンガポールに164対13で勝利した試合で記録された。しかし、最大の点差が開いた試合は、 どちらも2002年に行われた日本対中華台北の155対3、アルゼンチン対パラグアイの152対0である。アメリカ合衆国の女子ラグビー、NC ハスラーズ VS、ミッドウエスト、通女子、ラグビーフットボールの記録は19世紀末に遡る。エミリー・バランタンによる最初の文書化された記録には、1887年に、 アイルランドエニスキレンにあるポートオラロイヤルスクールで彼女がラグビーチームを作ったと記されている。ニュージーランドとフランスによる初期の女子の試合の報告は存在するものの根拠のある最初の注目すべき試合の一つは1917年に行われたカーディフレディースとニューポートレディースの戦時チャリティーマッチである。記録写真ではカーディフアームズパークでの試合前のカーディフチームの 姿が残されている。過去30年間、ラグビーユニオンの人気は女子アスリートの間で高まっており、イングランドファによると現在80を超える国々でプレーされている。イングランド女子ラグビー協会は1983年に設立された最も古い女子ラグビーの公式国内、統括団体である。女子ラグビーユニオンにおける最高峰の大会は1991年に 始まった女子ラグビーワールドカップである。1994年からは4年に一度開催されている。女子ラグビーユニオンの初の国際試合は1982年、ユトレヒトにおけるフランスとオランダの試合で始まった。2009年現在までには40以上の異なる代表チームにより600を超える女子の国際試合が行われている。 初の女子ラグビーワールドカップは1991年にウェールズにおいて開催され、アメリカ合衆国が優勝した。第2回大会は1994年に開催され、以後は4年おきに行われている。ニュージーランド女子代表は過去5回のワールドカップを優勝している2017年。女子ラグビーワールドカップとともに、その他にも定期的に開催されている大会としては、 男子の大会と並行して行われる女子シックスネーションズがある。女子シックスネーションズは1996年に初めて開催されたが、イングランドが2006年から2011年までの6連覇を含め12回大会を制している。ビーチラグビーの試合ラグビーユニオンの試合はフルコンタクトの15人制ルール以外にもいくつかの派生形を生んでいる。スポーツのルールが変更される。 サイのより一般的な二つの変化は、選手の減少と接触の低減である。派生型の中で最も古いのは7人制ラグビーである。このより展開の早い派生型は1883年のスコットランド・メルローズに起源がある。ラグビーセブンズでは、1チームの選手は7人であり、試合のハーフは通常7分である。主要なトーナメントとしては、香港セブンズや、 ドバイセブンズがある。より最近の派生型はマレーシアで行われている住人制の住人制ラグビーである。ラグビーの試合のフィジカル的性質のため、フィジカルコンタクトを減らした子供向けの派生型がいくつか作られている。これらの方の中で、ボール保持者に単純に両手でタッチすることで、タックルが成立するとしたタッチラグビーが老若男女が混じってプレーする方として人気がある。 タグラグビーはプレイヤーの腰にタグベルトを巻き、そこに左右2本のタグがマジックテープで付けられている。このタグを相手プレイヤーが取ることでタックルの代わりとなる方である。またタグラグビーではボールを蹴ることが禁止されている。ミニラグビーは子供においてラグビーユニオンを育てる目的で作られた方である。ミニラグビーは小さな競技場で9人の選手によってプレイされる。 タグラグビーと類似しているアメリカンフラッグラグビーは K-9 グレードに入ったアメリカの子供向けに設計された男女混合で行われるコンタクトなしのラグビーユニオンである。アメリカンフラッグラグビー及びミニラグビーは共に参加者の年齢が上がるにつれてラグビーユニオンのより上級要素を導入していく点でタグラグビーと異なっている。その他の砕けた派生型としては ビーチラグビーやスノーラグビーがある。ミシガン大学とミネソタ大学とのアメリカンフットボールの試合。アメリカンフットボールの初期の形はよりラグビーとより明らかな同族関係が見られた。ラグビーユニオンフットボール及びその直結する祖先であるラグビーフットボールはいくつかの他のスポーツに対して大きな影響を与えている。グリッドアイアンフットボールは ラグビーの初期の形式から派生している。紛らわしいことに、カナダでは、カナディアンフットボールは、ラグビーフットボールとも呼ばれており、オンタリオやケベックのように多くの国及び、地方の組織が、ラグビーフットボールユニオンあるいは、ラグビーユニオンと呼ばれている。例えば、エンサイクロペディアカナディアナでは、ラグビーフットボールの項目では、まず、19世紀第三四半期に、カナダに導入された。 ラグビーユニオンあるいはイングリッシュラガーのカナダでの発展について述べられているが、次にはカナディアンゲームはラグビーユニオンを元に出発したと述べられている。オーストラリアンルールズフットボールはゲーリックフットボール、ラグビーフットボール、クリケットを含む数多くのスポーツの影響を受けている。多くの著者は主要な影響は、 ラグビーフットボール及びその他のイングランドパブリックスクールに機嫌を持つスポーツから受けたと考えている。オーストラリアンルールズの先駆者の一人と認識されているトム・ウィルスもラグビー校に通っていた。ジェームズ・ネイ・スミスはバスケットボールを考案するのにラグビーを含む多くのスポーツの要素を取り入れた。最も明らかな貢献はジャンプボールのラインアウトとの類似性や バスケットボール初期の特色だった仕立て投げのシュートスタイルなどである。ネイ・スミスはマギール大学で長年ラグビーをプレイした。スウェディッシュフットボールはサッカーとラグビーフットボールを混合したルールを持っていた。あるものは丸いボールを使ったが、その他のあるものは楕円形のボールを使った。スウェディッシュフットボールは現在はもはやプレーされていない。 ラグビーの名称は、ウィルチェアーラグビーに見られるが、車椅子ラグビーは、ラグビーユニオンよりも車椅子バスケットボールや、アイスホッケー、ハンドボールに影響を強く受けている。アンリルソー、ジュヤーズでフットボールジーン・ジャコビー、ラグビー。1928年アムステルダムオリンピック金、メダル受賞作品。文化における、ラグビーの影響は、ラグビー選手がその国の一般大衆から、 ロールモデル及びヒーローとして見られることとともに芸術家や作家に対して与えたインスピレーションで評価することができる。トーマス・ヒューズの1857年の小説トム・ブラウンズ・スクル・デイズはラグビー校を舞台にしておりラグビーフットボールの試合が詳しく話されており1940年に映画化された同名の映画でも描写されている。ジェームズ・ジョイスは アイルランドのチームベクティブ・レンジャーズについて、ユリシーズや、フィナガンズ・ウェイクなど彼の作品のいくつかで言及しおり、彼の1916年の半自伝的作品、若き芸術家の肖像では、アイルランド代表、ジェームズ・マゲーについて説明している。サー・アーサー・コナン・ドイルは1924年の、シャーロック・ホームズシリーズ、サセックスの吸血鬼で、ワトソン博士が、 ブラックヒースでラグビーをプレーしたことを述べている。ラグビーユニオンは絵画の題材として取り上げられたが、著名な芸術家、特に20世紀初頭のフランスの画家によっても取り上げられた。フランスのポスト印象派、アンリル・ルゾーの1908年の作品、ジュヤーズ・でフットボールでは、二組のラグビー選手が描かれている。ラグビーユニオンを作品で描写したその他のフランスの芸術家には、 アルベール・グレーズ、レ・ジュイアーズ・でフットボール、ロベール・ドローネー、フットボール、L ・エキップ・デ・カーディフ、アンドレ・ローとパルティ・デ・ラグビーがいる。1928年アムステルダム・オリンピックにおける単歳画と水彩画部門の金メダルは、ルクセンブルクの寺院、ジャコビーの作品、ラグビーが受賞した。テレビ及び映画において、ラグビーユニオンはいくつかの作品の背景として使われた。 イーリング・スタジオの1949年のコメディー、A ラン・フォー・ユア・マネー及び BBC ・ウェールズの1979年のテレビ映画、グランド・スラムでは、スポーツそのものよりも試合を観戦するファンに中心が置かれている。ラグビーをより詳細に取り上げた映画には、独立プロダクションによるオールド・スコアーズやフォーエバー・ストロングがある。ジョン・カーリンの著作、プレイング・ザ・エネミーを元にした。 インビスチャスは1995年ワールドカップとネルソン・マンデラがラグビーによってアパルトヘイト後の南アフリカの人々を結びつけようと試みた出来事が描かれている。多くの国々でのラグビーユニオンあるいはラグビー選手を描いた像を立てている。トゥイッケナム・スタジアムにあるポップアーティストジェラルド・ライングの27フィートブロンズ像やミレニアム・スタジアムのサータスカー、ワトキンスの像など いくつかの像はラグビー競技場で見ることができる。カーディフのガルス・エドワーズやステレンブーシュのダニー・クラベンなどのラグビー選手も像が作られる栄誉を受けている。ありがとうございます。